ませ。山月移住者の日記の丸です。今日はですね、面白い企画を考えちゃいました。登山の業界用語、皆さんはいくつ知ってますか？ということでですね、今日はちょっとプチクイズ形式みたいな感じで、私が知っている登山の業界用語を10個挙げてみますので、みんなで考えてほしいなと思います。まあ、業界用語といえば、テレビ業界でいう、まあ、シースーとかザギーとかね、そういうのがあるじゃないですか。で、登山でも実はそういう独特の言い回しみたいなものがたくさんあるんですよ。で、私も最初聞いたの時には何それって思ったんですけど、まあ気づけばもういつの間にか当たり前のようにね、言うようになってて、まあ登山始めたての人ももちろん楽しんでいただけると思いますし、もう長くね、登山に親しまれてる方も、ああ、確かにそれよく言う、みたいな感じで楽しんでもらえればと思っております。まずは今日の進行方法についてお話しいたします。最初に私が一つ登山の業界用語を言います。で、その後に3秒数えるので、その間に皆さんはどんな意味かなとか、なんとかってね、画面の前で答えていただいたら嬉しいなと思います。そしてその3秒経った後に正解を発表するという流れになります。それでは、Let's enjoy mountain life! トゥ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 ーン！では、第1問ですね。デレン。アメリカで有名な都市の一つといえばボストンですが、山でピストンとはどういう意味を示すでしょうか？チッ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 、パーン！上りと下り、同じ道を行くという意味をピストンというふうに言います。では、第2問。てれん。顔の一番てっぺんにあるところといえば、デコですが、山でデポとはどういう意味でしょうか？チッ、チッ、チッ、ピーン！デポジット。荷物を置いておくという意味で、山頂付近の小屋とかにたどり着いた時に、そこに大きな荷物を下ろして、小さい荷物だけ持って山頂に行くという場面に使われる言葉です。ここまで皆さん答えられているでしょうか？最初はね、ちょっと簡単めな問題だったんですけども、次はちょっと難しいかもしれないですね。では、第3問です。ハリポタといえばハリーポッターですね。山で言うシャリバテとはどういう意味でしょうか？チッチッチッ、ピーン！空腹時にエネルギー不足となり、体が動かなくなってしまうという状態のことを言います。で、シャリバテのシャリはお寿司でね、よくシャリって言うじゃないですか。ここから来てるっていうことで、米という意味ですね。では、次、第4問目。ワンちゃんの種類で私が大好きなのは、ブサかわいいパグなんですけども、山で、ラクとはどういう時に使うでしょうか？チッ、チッ、チッ、ピーン！落石をしてしまった時や落石に気がついた時に注意喚起をするために、ラクラクっていう感じで呼びかけるために使う言葉です。では次は第5問です。ここで半分ですね。忍たま乱太郎のアニメに出てくる食堂のおばちゃんが言う有名なセリフといえば、お残しは許しまへんでーですが、山で
のっこしとはどういう意味でしょうか。ピーン、峠のことを山では、乗る、車に乗るなどの乗るに越えるという字を書いて乗り越しじゃなくてのっこしというふうに読みます。次は第6問。この問題はサービス問題です。このポーズは偽ピースですが、山で言う偽ピークとはどんなところを言うでしょうか。山頂ではない、下から見た時に山頂風に見えるポイントのことを偽ピークと言って、私の沼津アルプスの動画でも偽ピークが何度か出てきてます。では第7問。もじゃくんもじゃもじゃもじゃくんもじゃもじゃ、これはもじゃくんへのうざがらみですが、山で絡みとはどんなことを指すでしょうか。ピーン、山頂手前で荷物を置いて、全く何も持たずにその上を歩くというのを絡みというふうに言います。もじゃくんはちなみにいつも抜き身っていう風に言っています。では第8問です。静岡県の言葉で私の家っていうのをいちっちという風に言うんですけども、山で生地打ちとはどんな意味でしょうか。男性が大便をしに行くのを生地打ちというふうに言います。その、まあ、姿がですね、生地を狙って構えているというかね、そういう姿に似ていることから言われているそうです。もうすぐ終わりですよ。皆さんどれぐらい答えれてますか？では、第9問です。有名人、小川夏実といえば、ダウンタウンの浜ちゃんの奥様ですが、山でお花摘みとはどういう意味でしょうか。ピーン、女性がお手洗いに行くことをお花摘みと言います。可愛らしいですよね。では最後10問目の問題は、はい、すしくいねじゃらららららら、すしくいねじゃらららららら、この歌を歌っているのは渋垣隊ですけども、山で武器とは何のことを言うでしょうか。すしくいね。正解は食器のことを言います。スノーピークさんで出されているワッパー武器という商品があるので、もしかしたらご存知の方も多かったかもしれないですね。クイズは以上です。皆さんはいくつ答えがわかったでしょうか。もしこの他にもこんな面白い業界用語知ってるよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。次回も素敵なマーヤトークをお届けして皆さんに楽しんでもらえますように。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは山の綺麗な景色、美味しいご飯、山の道具や山の知識などについてもお話ししております。また伊豆の素敵なスポットのご紹介もしておりますので、今日の山の業界用語どんどん使っていこうと思った方はグッドボタン、この丸顔とのマーヤトークにまたお付き合いいただける方はチャンネル登録お願いします。バイバーイ。